皆さんこんにちは。アンジュルムの元メンバーである和田彩香さん、キラキラした笑顔でファンを魅了していましたが、笑顔の陰には苦労がありました。彼女はアイドルを卒業した現在もハラスメントのようなことに気づきにくいと業界の問題を指摘し、意識改革を訴え続けています。グループの人気には浮き沈みもあり、全国のライブハウスを回っている時期は心身の不調も続いたという彼女。ファンが待っているからとにかくステージに立たないといけない中で、休みたいとは言えなかった。そもそも休まず働くことはすごいこと、売れていることという感覚もあったと思うと当時の心境を語り、最終的にはメンタルの問題を自分で抱えきれなくなったことが24歳でグループを卒業する理由の一つだったそうです。そこで今回は元アンジュルム和田彩香さんが訴える業界の意識改革、アイドル業界の闇について詳しく調査してみましたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。和田彩香さんはハロプロのアイドルグループアンジュルムの元リーダーにして初代リーダー、もっと細かく言えばアンジュルムの前身グループであるスマイレージの時から在籍しており、リーダーを務められていました。ハロプロエッグオーディション2004年に合格し、ハロプロエッグのメンバーとなり、2009年4月4日2009ハロープロジェクト新人公演4月横浜ホップでスマイレージのメンバー入りが発表され、2010年3月27日にはハロプロエッグを卒業し、2010年5月26日に夢見る15歳でスマイレージはメジャーデビュー果たしました。仏像好きアイドルとしても知られるようになった和田彩香さんは2017年からハロプロリーダーに抜擢され、メンバーを率いてきましたが、2019年にはハロプロを卒業すると発表。大好きなハロープロジェクト、大好きなアンジュルムで活動を続けていくことと、卒業して自分一人でやりたいこと、成し遂げたいことの間で考え抜いた上で出した答えだと思いますと、卒業理由について明確に言及しないまま、2019年6月18日日本武道館で行われた卒業公演をもってアンジュルムおよびハロープロジェクトを卒業。卒業後はソロで芸能活動となることが発表されました。キラキラした笑顔でファンを魅了していましたが、笑顔の陰には苦労がありました。グループ在籍時、心身不調ながらも休みたいとは言えず根性論で走り続けたという彼女は、アイドルを卒業した現在もハラスメントのようなことに気づきにくいと業界の問題を指摘し、意識改革を訴え続けています。アンジュルムの前身スマイレージからのメンバーだった和田彩香さんは、親の勧めでアイドルになるためのレッスンを小学校低学年から受け始めます。住んでいた群馬県から東京へ通い、同世代の子供たちと訓練を受けました。学校のクラブ活動の延長のようで楽しい反面、恥ずかしがり屋でやめたいと思いつつもそう言い出せないまま、気づけばデビューが決まっていたと振り返ります。15歳でメジャーデビューすると、自分の存在をどう表現するのかを悩むようになり、自分というものがわからなくなった。いつも笑顔で気遣いをする、女の子らしさの象徴のようなアイドル像を求められることもあり、モヤモヤしていたそうです。自分を探していく成長期に、アイドルとして誰かにプロデュースされることで主体性を失いかねないと今は感じます。自分自身を深める時間を奪われる一方、周囲からはアイドルの輝かしい部分を評価される状況は苦しく負荷がかかります。そうしたモヤモヤが晴れるきっかけになったのは大学への進学。興味を持っていた美術史を学び、アイドルと学生という2つの世界を行ったり来たり、自分の価値観を探り出していくと、自分自身であることを我慢する必要はないと思えるようになったそうです。メンバーだったアイドルグループの人気には浮き沈みもあり、全国のライブハウスを回っている時期は心身の不調も続いたという和田彩香さん。ファンが待っているからとにかくステージに立たないと
休みたいとは言えなかった。そうするのが当たり前の先輩の姿を見ていたこともあり、根性論に支配されていました。そもそも休まず働くことはすごいこと、売れていることという感覚もあったと思う。アイドルをしながらメンタルケアのために病院に行くのはハードルが高く、選択肢にもなかった。精神科だけでなく婦人科なども自分の情報がどこで漏れるかは分からず、万が一漏れたらメンバーやファンにどう思われるだろうかという不安があったそう。精神的な負担が大きくなりすぎて現場で突然涙が出てくることもあった。でも周囲の誰も声をかけてはくれなかった。当時を振り返ると、逃げていいよと言って一緒に逃げてくれる人が欲しかった。最終的にはメンタルの問題を自分で抱えきれなくなったことが24歳でグループを卒業する理由の一つにもなったと。卒業理由を明確に明かしていなかった彼女が初めて当時の心境を語りました。一人で活動をするようになってからアイドルの労働について考えるようになったそう。アイドルはファンの応援や批判が行動の基準になることがある。それにアイドル業以外の社会との接点も減るため、ハラスメントのようなことがあったとしても気づきにくいという状況もそもそもあるかもしれません。そのような状況ではアイドルの働く環境を良くしていこうと本人が声を上げるのは簡単ではないはず。精神的に苦しかった当時、労働組合があったらと振り返って考えた和田彩香さん。でも当時そうしたことは聞いたことがなく、相談することはできなかったはず。労働組合も大事ですが、むしろ今は後輩に会うと休んでもいいと伝えているそうです。労働組合といった仕組みのもっと手前にある、そもそも自分の不調を自覚できたり不調を口に出してもいいと思えたりするように、スタッフを含めてアイドルの世界も小さな意識改革を積み重ねていくことがヘルシーな空気につながるのではないでしょうか。そうした輪を広げたいとの思いからメディアのインタビューなどを受けているようです。アイドル同士でお互いに共感して救われたり、情報交換することで心強く感じたりできると思います。まさに現役アイドルにとっては言及しにくい問題なので、しっかり向き合って発言してくれる先輩がいるのは心強いですね。ハイパー塩対応。アイドルやその卵たちが直面するかもしれない問題に業界はどのように対応していけばいいのか、アメリカエンターテインメント界の子どもの労働に詳しい琉球大准教授の白木敦さんは、日本の芸能界に対する法規制や構造的改革を求め次のように語りました。旧ジャニーズ事務所の性加害問題は、子ジャニー喜多川氏個人の異常性ばかりが注目されがちですが、芸能界と児童労働をめぐる構造的な課題にも目を向けなければなりません。まず精神的に未発達な子供が大人に囲まれた特殊な環境で受けるストレスを理解する必要があります。子供は自身のストレスを把握して仕事量を適切に加減するのが難しい。さらに自己承認欲求を制御する力も弱く、夢のためならと性加害のような不当な要求を受け入れ正当化してしまうこともあります。子供を守るのは本来親の役目ですが、芸能界ではこの成功が親の虚栄心を満たしたり生活水準の向上につながったりするので、親が子供の幸せや安全を最優先にして判断するのは困難です。一人親家庭などで子供が一家の家計を支えるケースではその傾向がより強まります。また芸能界の仕事は他業種と比べにくく、親も適切な労働かを判断できません。きらびやかなイメージがあるため社会が不祥事に目を向けにくい構造もあります。米国もかつては同じ状況が見られました。しかし現在は多くの州でエンターテインメント業界の児童労働について法的な規制があります。内容は州ごとに異なります。ニューヨーク州では1、子供をパフォーマーとして働かせる際に事業者に加え親も州の許可を得る必要がある。2、子供が芸能活動で得た収入の一定額は信託口座に入れ
成人するまで親も子も自由に使えない。3、仕事場には親または親側が選んだ子どもの責任者が立ち会う義務があるなど、いずれも子どもの福祉と健全な発達を守るのが目的です。米国のような法規制がなく芸能事務所の力が強い日本では、次の北川氏が出現しないとも限りません。だからこそ法制度によって子どもの福祉を包括的に守っていく取り組みが重要です。旧ジャニーズの問題はビジネスと人権の観点から、未成年者を使った日本のコンテンツにリスクがあることを世界に示しました。違法な労働力が使われていないと明らかにすることは、芸能界の首を絞めるのではなく発展に不可欠です。犯罪の防止は当然として、子どもの学習時間の確保などさらに高い水準を法によって達成することが将来的に日本の強みになるはずです。ハイパー塩対応。また和田彩香さんの発言についてファンからは、難しいなぁ、まともなステージにも立てずに去っていく人も多いし、いろんなことを乗り越えて売れているスターもいる、成長期の未成年を商売に使う限りは会社なりが大人以上にケアすることが必要だと思うけど、そういう意識まである事務所って少ないのかもね。身体的な実労働時間としてはピンクレディーやトシちゃん、聖子ちゃんあたりは本当に寝る暇がないほどの忙しさだったと思うけど、現代のアイドルはやはりネットや SNS による精神的な負担が多いんだと思う。未成年のため自分が休みたいという気持ちに気づかなかったり、休むべきかの正しい判断ができない場合もある。加えてアイドルという職業の性質上、仕事の辛さを表に出せないことがさらに休みづらさに拍車をかけると、さまざまな意見がありました。今後もこのような記事が目に触れる機会が増えれば増えるほど、今の自分の環境はおかしいかもと冷静に判断できる人もいるだろうし、昔からの価値観で親愁的な関わり方しかできない人の行動も変わるはずです。これは芸能界の世界だけではなく一般的な社会にも十分に通じます。ハラスメント等の理不尽な行為を受け続けると、自分が幸せになっていいことを忘れてしまいます。本当はもっと傷つかずに安心して過ごせる世界があるはずです。逃げたり休むことを考え始めて、外の世界に希望や幸せがあることに気づけるので、常にそのカードを自分の中で持ち、いつでも選べるようにしておいてほしいです。大好きなアイドルが苦しむ前に SOS に気づいてあげれるファンでありたいですし、辛い時は辛いと言える環境であってほしいと願うばかりです。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。